もしイエスを死人の中からよみがらせた方の御霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストイエスを死人の中からよみがらせた方はあなた方のうちに宿っている御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるであろう。ローマの8章より。キリストイエス様、あなたが死からよみがえらされたその御霊によって私たち一人一人に命が与えられていることをありがとうございます。イエスを死人の中からよみがえらせたその御霊が私たちに下り、私たちを本当の意味で生かす。主よ、そのためにあなたが与えてくださった天の賛美を心からありがとうございます。今日ここで共に多くの方と賛美し、また同時配信の方々とも全世界で共に賛美することができることを、礼拝ができることを心から感謝し、イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。おはようございます。私は天の賛美を知って初めて本当の意味で生きるようにされました。天の賛美っていうのは今歌いました、この子羊の群れに天から与えられているオリジナル賛美のことで、私たちは鳩賛美って呼んでいます。2000年の1月初めて鳩賛美を聞いた時、なんか不思議に心が惹かれたんです。この賛美の中には何かあるって思いました。その何かっていうのは、今はイエスを死人の中からよみがえらせた力のことだ、御霊のことだってわかるんですけど、当時はなんだかさっぱりわかりませんでした。この時私は子羊の群れと出会って8年ぐらいが経っていました。子羊の群れに来て、そのまんまでいいよって言ってくれる神様の愛に出会って、すっごく嬉しかったんです。これが本物だって思いました。そんな神様が本当におられることをみんなに伝えたくて働き人になりました。でもね、本当の神様の愛に本当に出会うってことは、私のこの存在がその根っこから全部癒されるってことだったんです。だからね、深いところに隠れていたものが出てきたんです。癒されるためでした。それは小さい頃から私の中にずっとあった、私は誰からも愛されてない、私だけは絶対愛されないっていうなんか思いだったんです。で、ある日ね、誰からもってことはイエス様からも愛されてないって思ってるってことに気がつきました。それはすごいショックなことでした。人だけじゃなかったんだ、すべての人を愛して命を捨てた、この神様さえも私を愛してないんだ、世界で私一人だけ神様に愛されてないんだって思ったんですね。今思えば、あの頃いつも体の具合が悪くてほとんど寝てるしかなかったんですけど、そんな風だったのはこんな風に思っていたからでした。愛されてないって。病院に行ったんですね、体が悪いと思って。そしたら健康体ですって言われて、本当に私はどうしたらいいか分かりませんでした。ただ孤独でした。
これからこのままじゃ生きてはいけないしっていうところまで体の具合がどんどん悪くなっていきました。でも治療法なんか何もない、本当にギリギリのところにいました。鳩賛美が与えられたのはそんな時だったんです。でその頃はほとんど寝ていたので、鳩賛美を聞いたり歌ったりするだけで毎日過ごすようになりました。そうやって賛美して1年が過ぎた頃のことでした。賛美の響きの中から突然愛されてるっていう思いっていうか言葉がもう弾丸みたいに私の体に飛び込んできました。生まれて初めて愛されてるって思いました。心も体も存在のすべてをイエス様に命を投げ出す愛で愛されてるって分かりました。長い長い間、私の中で全ての発想の土台だった私は愛されてないっていうのが一瞬で跡形もなく消えて、代わりに私はキリストに命を捨てる愛で愛されてるっていう新しい発想の土台が私の内側に座ってました。キリストに愛されてるって知って、私はキリストに望まれて生まれてきたって知りました。それはすっごい喜びでした。これは私にとって生きることでも生きる力でもありました。本当にね、前からも後ろからもそして横からもどっちを向いても神様の愛してるっていう愛がね迫ってきて、もう溺れているような感じでした。その力を受けて私の体はあっという間に元気になって、他の人と一緒に働けるようになりました。そしてあれから今年で23年、今も元気でいます。キリストに望まれて生まれてきたってことは私が一番知りたかったことでした。これを知るだけでもう何がなくても足りないっていうことはない。日々の生活の中で悲しんだり怒ったりすることはあっても不幸になることはないっていうことでした。鳩賛美に出会うまで私は生きていたけど死んでいたようなものでした。でも鳩賛美と出会ってイエス様の愛と出会って、私は本当に生きるものになりました。神様の命の流れの中で、イエス様の愛だけでもう十分ですって叫んでました。ここで命の流れのアレルヤを賛美したいと思います。プロジェクターの赤い印を合図に賛美してください。この曲はピアノが、そして多分ハープも、今日は自由に入ってくれると思います。その響きも楽しみながら賛美してください。
なんかすごいですね。もうあの曲を終わるのを躊躇しちゃうぐらい、すごい本当に綺麗でした。2020年の12月、ピーター先生が長い体調不良から復活された時は、本当にこの命の流れの川がもう怒涛のように流れ込んできた出来事でした。本当にすごかったんですね。その時カジノ教会での賛美コンサートがあって、体調がすごく悪かった先生は教会にコンサートのために来れるかどうかっていうところでした。もし来れたら賛美の中できっと癒される。私たちはもうすごく祈ってました。当日先生はやっとのことで教会に車椅子に乗って来られました。そして地下の光ホールで賛美を聞いておられたんです。でもコンサートの終わり頃、急に賛美の中で先生の体に癒しが起こって、でここの街道に上がって来られたんです。そして最後には歩いて前に来られ、力強い祈りをされました。よみがえりの命の響きそのものでした。あの時先生はなんかダウンジャケットを着てね、前を全部閉めておられたんですね。で不思議に思ったんですけど、後で聞くと下にパジャマを着ておられたからそうです。本当に着替える力もなかったんですね先生。それなのに賛美によってもうイエスを死人の中からよみがえらせるこの力に預かったんですね。もう命を得られたって思いました。そしてこれが12月、翌年のイースターでした。久しぶりに礼拝を担当されたピーター先生が読まれたのが、今この礼拝の最初に読んだローマの御言葉でした。ちょっと写してから、この御言葉です。そしてイエスを死人の中からよみがえらせた、その同じ御霊が私をよみがえらせたって先生が言われて、もうこの言葉を読んでいるのがピーター先生なのか、この言葉がピーター先生になって現れたのかわからないくらいでした。本当に大変なところを通られた先生の体からイエスを死からよみがえらせた力があふれ出てました。私はね、自分が死んでたような状態だった時、鳩賛美から受けた力も同じだってすぐ分かりました。よみがえりの喜びと喜びが重なって、命が私の内側でパーンってもう破裂しそうでした。ピーター先生は礼拝中この御言葉を何回も読まれました。長い間の体調不良は本当に大変でシリアスなものでした。そこを通られた先生がこの言葉を読まれると、本当によみがえらされた命の響きがあって、どんなものもどんな状態でもよみがえりの命でいっぱいに満たされて生き生きと生きることができるって知らせてくれました。その翌々月、次に担当された6月6日の礼拝の中でした。ピーター先生はアレルヤっていうアメリカで昔から歌われている賛美を紹介されました。私はね、賛美は鳩賛美だけでいいって思ってきたので、もう違う賛美が出てきて本当にびっくりしたんです。でもこの賛美を礼拝の中でみんなで聞いてから、不思議なことが起こり始めたんです。このアレルヤ、シンクレアのアレルヤと呼んでますけど、このアレルヤと響き合うたくさんの新しいアレルヤ賛美が与えられ始めたんです。すぐに風の教会のアレルヤが与えられました。
風の教会の会堂には風の教会が立って以来の賛美や祈り礼拝の響きが全部ずっと消えずにここにあるんですね。それらが全部街道ごとシンクレアのアレルヤの響きに喜び応えて、そこからもう新しいアレルヤの響きがいっぱい生まれ始めたんだと思います。今もずっと与えられ続けています。鳩賛美は神様の愛そのものなんです。聞くだけで神様の愛に直に出会います。それに対してシンクレアのアレルヤは美しいですし、天を表してはいるけど、人の側から心や思いを尽くして神様に捧げる人の賛美だって思います。それなのに鳩賛美だけを賛美していた時より、シンクレアのアレルヤとこの鳩賛美が重なり合って響き合う、今もしましたけど立体賛美って呼んでいますけど、これをシンクレアのアレルヤと鳩賛美でした時に、前よりもっと癒しが具体的になったんですね。賛美はこれまでも聖書の言葉や自然、それから時には電化製品の音なんかからも与えられてきました。でもアレルヤ賛美はそういうのに加えて、もう本部にたくさん寄せられてくる皆さんのレポートや誰かのふとした言葉なんかからも与えられています。小さな一人一人の心の動きからも賛美が与えられて、癒しがなっているんですよね。この癒しのために鳩賛美だけじゃなく、人の側からも賛美も必要だったんだって思うと、神様の十字架の愛が迫ってきます。神様は天におられて、別に十字架にかからなくったってよかったのに、地にある私たちや全ての被造物を愛して救いたいって思われて、わざわざご自分の御子を地に送って十字架につけてしまわれました。本当は滅びるしかなかった私たちを神様と共に永遠に生きるように、本当の命に生きるようにしてくださったんです。鳩賛美はそれだけでも十分だったのに、地の賛美と響き合いたかったんですね。そこから新しい響きが生まれて、永遠に消えない響きが生まれてきます。すべてのところに救いと癒し愛が運ばれていくんですね。そしてそれだけじゃなかったんです。シンクレアのアレルヤ自体にも鳩賛美の響きが触れた時、人の側からの賛美だったこの曲が天からのもの、地からのものとして実は蘇ったんだって感じます。イエスを死人の中から蘇らせた力にシンクレアのアレルヤも預かったんだって思います。この後また他の古い賛美歌とか、また賛美でない曲からもこれと響き合う新しいアレルヤが与えられてきています。地のすべてのものがイエスを死人の中からよみがえらせた力に預かって新しく生きるようになる、イエス様を喜んで賛美するようになるっていうことだと思います。今日の礼拝でシンクレアのアレルヤと風の教会のアレルヤの立体賛美をしたいなって思っていたら、三津子さんに新曲が与えられたんですね。ある体調の悪い人のことを祈っていると、その人が歌っているのか、その人が祈っているのかわからない、でもなんかその響きが聞こえてきたそうです。それが賛美でした。しかもこの賛美がシンクレアのアレルヤと風の教会のアレルヤと同時にこう聞こえてくるって言われて、本当にびっくりしました。なので今朝はこの新曲愛に愛にアレルヤを歌い、シンクレアのアレルヤと風の教会のアレルヤとの立体賛美をしたいと思います。赤い印を合図に共に自由に賛美してください。
Thank you.
っぱり癒しの賛美だなと思いました。この祈りをしておられた方にも、そして全て の, 傷んで病んでおられる方に、今この賛美から癒しがどーっと流れたと感じました。本当に感謝です。このアレルヤ賛美なんですけれど、録音して CD を作っています。2021年に1枚、そして2022年に1枚、そして今年も先月5月に1枚録音しました。もうすぐ発売されます。私たちは今まで何十回もコンサートや賛美録音をしてきたんです。でもね、ハレルヤ賛美 CD っていうのはなんか毎回驚くことばっかりなんですね。1枚目の CD を撮った時、みつこさんが最初に舞い上がる息と喜びを撮りたいのって言われました。その一言だけでもすっごく考えさせられました。それまでの録音しながらあれこれ試したりで、うまくいかないところを直したり整えたり練習したりしていくうちに、いいものが出来上がってくるっていう考え方とはもう決定的に違ったんです。録音は基本的に一発撮りなんです。練習っていう発想はなくて、一回一回が本気の本番の賛美なんですね。だから腹を決めて、でも自由に主の命の喜びを風のように何にもとらわれず歌う、そんな時です。歌う前に誰がどこで入るかとか、この賛美は何回歌うかっていう、プロデュースって呼んでいますけど、これは一応決めるんです。でももし間違えたら、その間違いも含めてその時の生きた賛美なんですね。それを生かすように歌いました。ソロの人がもし出そびれたら、必ず誰かがカバーする。失敗したからって止まったりしないんですよね。失敗はないんです。一回一回の賛美が一回きりで意味がありました。ある時、賛美隊全員が一人ずつ少しずつタイミングをずらして追っかけみたいにこう入ってきて歌うっていうところがありました。そこで音程が外れちゃったことがあったんですね。1人目2人目って入ってきた時に、最初はね、今までの感覚で、あ、音が外れた、失敗だって思っちゃったんですね。でも3人目4人目5人目って入ってきて、最後に全員が入った時、全員が違う音程で歌っていました。誰も楽譜通りの人がいなかった。でもその重なりをあったその音の響きの美しさは、もうこの世にはないものでした。この世でいうミスが本当に生かされる世界だったんです。これは十字架の世界だって思いました。いらないものや、これさえなければって思うものが、全体を生かしてなくてはならない大事なものとして神に許され愛され受け入れられている世界だったんです。一人一人がシンプルに主に向かって、自己主張でもなく周りに遠慮するでもなく、本当にその人らしく無理せず喜んで、しかもその喜びにも、それから自由であるっていうことにもとらわれない世界でした。そんな風に賛美する音は、全部主に向かって生きていて、キリストの愛をどこまでも運び知らせる音でした。今年、その先月の録音では、いつもと同じようにスタッフが会堂に座って、そしてこういう風に賛美隊がこちら側に座って一緒に賛美をしました。で、今回ね、初めて回収と賛美隊が交互に歌って掛け合いをするっていう新しいスタイルの賛美をしました。これまではこの会堂に座っている、回衆ですよね、がだけで歌って歌うっていうのは、なんかバラバラに聞こえるからやめようって
私たちは言ってたんです。でも光子さんを通して今年神様の新しい思いが与えられて、初めてこの掛け合いをすることになりました。でやってみるとやっぱり驚きと感動でした。それぞれが自分のパートを歌うっていうのとは全く違うんです。お互いがないとお互いが存在できない、全体が存在できないっていう、そんな世界が表されたなって思います。大勢の人が号令をかけないで、賛入って号令をかけないで賛美の流れに乗って一斉に歌い出すっていうのは結構難しいんですよね。でも主に祈って腹を決めると、賛美が私たちを一つにしてくれました。不完全な私たちの響きが完全な神様の愛と一つになって、不完全なままで完全になっていく、そんな感じで、もうこれは本当にまた十字架だって感動してしまいました。スタッフでこの録音をした数日後、5月7日日曜日の午後、リーダー会の後にリーダーさんたちと一緒にこの掛け合い賛美をしました。スタッフだけの時と比べてだいぶ人数が多かったので、会堂に座っている方たちだけで同時に歌い出すのはとっても緊張感がありました。もう奇跡を共に通ってるって感じました。結果スタッフだけでした時よりももっと一つになれたんです。やっぱり神様の奇跡なんだなって思いました。私たちは努力をしてスキルを身につけるっていうようなのとは全然別な方法で、なんかとてつもないものを得ているって思います。神の命と一つになるっていう努力で得られないものがあります。で実はこれが人が本当に一番必要としていて、実は一番求めているものなんじゃだって私は思います。それが存在の真っていうか、なんか核になるものだからなんですね。すべてから自由であり、しかもしっかりとキリストにつながっているあり方、私たちがそういうふうにあるときに、それが鳩賛美の響きをこう響きやすく大きくして、そして鳩賛美の響きをもっと遠くへ、もっと届きにくいところに届けるんですね。それが地の癒しに、戦争をやめさせることにつながっている、いや実際にやめさせることになるって私は信じてます。ではここで、この5月7日の日曜日の午後にリーダーの皆さんとした掛け合い賛美を、今日は会堂におられる皆さんと、それから同時配信の皆さんと共にしたいと思います。交互に歌っていきます。まず賛美隊が歌い出します。プロジェクターの赤い印を合図に、最初は全員で歌ってください。途中で赤い印が引っ込むところがあります。ここからが掛け合いです。まずは皆さんの側からです。徳原さんが、今手を挙げてくれて、同時配信の人にはちょっと見えないかもしれないんですけど、徳原さんが歌い出します。そしたら皆さんは、徳原さんはね、感謝ってこの賛美の最初を歌います。そしたらそれに続いて皆さんは一緒に同じところを歌ってください。感謝、徳原さんの感謝に続いて皆さんも感謝、そしてその次を続けて最後まで、曲の最後まで歌っていってください。そして皆さんが一回こうやって歌い終えた後、今度は賛美隊だけが歌います。聞いてください。そして最後に全員で合流して一回一緒に歌いたいと思います。
はい、本当素晴らしかったと思います。なんか本当にこう賛美っていうのはいつもこう掛け合いの要素がありますよね。一人が賛美の声を出すとそれに引き出されてまたこっちからも賛美の声が上がる、そしてこっちからもっと賛美の声が上がる、なんかそんな風に賛美の響きが広がって全地に届いていくんだと思います。本当に感謝です。はい、ではここで聖餐式をしたいと思います。何も恐れることはないのアレルヤをまず賛美します。獅子をが鳴らされ十字架がすでに勝利したと知るが、何も恐れることはない、すでに十字架の勝利の中にイエスは渡されるよ、パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である、私を記念するためこのように行いなさい、これはキリストの体です。キリストイエス様、あなたの体をありがとうございます。あなたは鞭打たれ蔑まれ、私たちのすべての痛み悲しみ病をその身に負って死んでくださいました。そこまでして私たちに生きてほしいと願われました。
それがあなたの勝利です。心から感謝し、あなたの体であるパンを今ここであなたから共にいただきます。アーメン。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。これはキリストの血潮です。キリストイエス様、あなたの血潮をありがとうございます。あなたはすべての人、すべての作られたもののために血潮を流してくださいました。あなたの命である血潮が私たちのうちで生き、あなたの許しと癒しをなしてくださいますように。今日ここで共に、また同時配信で共に聖餐に預かる私たちは全被造物の代表です。この聖餐の時を通し、キリストの命が、癒しが、救いが、鳩賛美の響きが天と地、地の下に届き、すべてのものをキリストの礼拝に招き入れることを宣言します。今あなたから、あなたが勝利されたこの血潮を今ここで共にあなたからいただきます。アーメン。キリストイエス様、この聖餐の時を心から感謝します。私たちはあなたの命によって生きることができる。心から感謝し、イエス様の御名を通し祈ります。アーメン。みつこさんは、2021年10月の癒し礼拝の中で、キリストの十字架をいつもすべての中心に置く、ここから離れない、ここに 神の癒しが見事に表されるって言われました。これってね、でも自分の力や意思ではできることではないですよね。でもそれをさせてくれるのが鳩賛美の力だってって思います。だから鳩賛美はすごいって思うんですね。私は鳩賛美に出会うまで、かたくなに私に向けられた愛はないって思い続けて、主よ主よって言いながら拒否して、もう矛盾して、矛盾そのものでした。救いようがなかった。そんな私を十字架の愛につなげてくれたのが鳩賛美でした。愛されてるって分かったことは奇跡でした。奇跡を起こす力のある鳩賛美のその実態っていうか、核の部分が見えたって感じたのが、この2021年10月の癒し礼拝でされた、フーフーフーのアレルヤ、それから聖なる風が吹く、あなたの星を守りたまえの3曲の立体賛美でした。なんかね、覆いなんかないと思ってたのに、なんかさらに覆いが取り除かれて、もう直に神様をのなんかお姿を見て、そしてお声を聞いたような、そんな気持ちになった賛美でした。この癒しがすべての作られたものに、傷んだ地にも届き、また大きな地震がどこにも起きないよう共に祈りたいと思います。この3曲の立体賛美を今からします。プロジェクターの赤い印が出たら、皆さん自由に賛美してください。
キリストイエス様、立体賛美をありがとうございます。立体賛美はどこまでも、その響きはどこにでも届く。私たちのうちに、私たちの痛み悲しみ病に、すべての怒りに、マイナスな思いに、地震のエネルギーに、火山のエネルギーに、温暖化が加速しているところに、戦争に、戦争の痛みに、すべてにあなたの癒しが届き、これからも届き続けることをありがとうございます。すべてのものはキリストを賛美礼拝するために作られました。その本当の神を礼拝したい、賛美したいという願いは、すべてのものの内側に、その創造の時に組み込まれた思いです。その初めからの願いに、すべてのものが生きることができ、神の願いがなりますように。主を癒したまえ。イエス様の御名によって感謝して祈ります。アーメン。ここでイエス様に感謝の献金の時を持ちたいと思います。十字架の喜びのアレルヤを賛美します。喜んでいなさい、あなたはそう言われる。こんな状況でどう喜んだらよいかわからないという人にも、主よ、あなたの喜びが注がれている。主よ、どうぞすべての時にあなたに感謝し、あなたを喜ぶことを私たちにさせてくださいますように。そこに招き入れる力のある鳩賛美を心からありがとうございます。あなたが命と引き換えに与えてくださった賛美を心から感謝し、イエス様の御名を通し共に感謝を捧げます。アーメン。賛美で、私はもうすっかり変わってしまったというより、もう新しく生まれ直したって思っています。神の愛を知らない、信じられないで、自分は愛されない、自分を愛する存在なんかないって思っているところから、神の愛が自分に、そして全ての人に、被造物に向けられてるって知りました。何より
神様に望まれて生まれてきたんだ、どの人もそうなんだってリアルに感じるようになったことが大きいです。もう神様の愛を知ったばかりの頃は何が何だかわからない、もうとにかく愛されてるっていう、なんかもう全部がこう絶叫しているような感じだったんですね。そこから癒しはさらに進んで、私の中で傷んだままだったりとんがったりしていたところが一つ一つ癒されていきました。中でも大きかったのは、物事をマイナスに受け取らないっていうことを神様が教えてくださったことでした。子どもの頃いじめられたり、大人になってからも対人関係でうまくやれなかったことがあったので、私には目に入るもの全部がこうマイナスに見えている、なんかマイナスに見える色眼鏡をかけているようだって自分の日記に書いていました。そんな状態だったんですね。でも本当はそうじゃないっていうことを神様が気づかせてくれました。本当は主に愛されるってことは、他の被造物からも愛されるっていうことなんですよね。主が私のうちに生きておられるからです。この何でも悪い方に行くっていうように見えたり、人にも悪く思われてるっていうフィルター、このメガネみたいなものを外さないと本当には見えないものがあるんだよって神様は教えてくれました。神様の愛を本当に見たい、神様をもっと知りたいって思って、思い切ってこのメガネを外してみようって決めました。自分を守りたくってかけるようになったこのメガネを外すことは、神様を信頼すること、神様が良くしてくださるって信じることでした。で、結果生きることが前よりずっと楽になったし、神様がどんなにそばにいてくださるか、どんなに守られているか、前よりずっと見えるようになったって思います。このメガネは主の愛を見えなくしていたんだって気がつきました。そして人と関わるときに、まだまだダメな時もあるんですけど、でも何も防御をしない、それから飾りもしない、上げ底もしない、本当の私のままでいられるようになってきてるなって感じます。キリストの体に対してもオープンであれるように、家族なんだって自然に思えるようになってきてるなって思います。キリストの体は今こうやって一緒に礼拝してる私たちだけじゃなくて、天に帰った人も、そして会ったことのない人もね、それから全ての被造物がそこにつながってるんです。賛美をしてると、時も場所も天と地も超えて、私たちは共に祈り合い、キリストを共に賛美してるって思います。それが全被造物の本当の願い、そして神様の願いなんだって思います。鳩賛美の礼拝は時を超えます。過去と現在、未来が互いに祈り合う賛美を送り合う時なんです。主に感謝します。礼拝の最後に響き合うアレルヤを共に賛美します。Thank you.
響き合う喜び、キリストイエス様、あなたの命と響き合う喜び、そしてキリストの体と響き合う喜び、その中にあなたがおられ、私たちをあなたがよみがえらされたその御霊、その力によって生かしてくださるキリストイエス様、今共に礼拝している人々に、そして礼拝したくても集えなかった人たちに、礼拝があることさえ知らない人たちに、自分は愛されない、神に愛されないと思って背中を向けている人に、すべての被造物に、血の痛みに、あなたがあなたの癒しを成してくださることを心からありがとうございます。あなたの響きは過去に、現在に、未来に、天に、地の地に、地の下に、くまなく届く。どんなに心を固くなに閉ざしている人にも、閉ざされた世界にも、あなたの響きは届く。キリストイエス様、あなたのその十字架の願いが全ての全てになりますように。私たちは願い祈り続け、賛美を続けます。心から感謝し、イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。